15分ぐらいからしたら顔出し配信しますね。これは何のなんでちょっと今すぐ見せへんねんっていうクレームは受け付けません。頑張ってください。しんさんありがとう。何なんだなんだ、カレンダー発送されました。やったー、カレンダーがもう少しでお家に届くよ。ブーシャンこんばんは。帰宅中、お疲れお疲れ、お疲れ。新公演のせたりめっちゃ良かったです。振り付けまさかのウーカとコナミが振り付けした曲も入ってた。そう、私ね、あのね、コナミちゃんのは知ってたんですよ、実は。そう、コナミちゃんから教えてもらってたから知ってて。寝ればいいのに眠くないの？あのね、眠いがゆえにお風呂まだ入ってなくて、そう、お風呂入るまでにダラダラしちゃった。ま、年末だしみたいな、年末やしダラダラしちゃってもまあまあいいかなみたいな。でちょっと自分の部屋に上がってきて、で今からちょっと配信しようと思って、で部屋入ったんやけど、部屋が寒すぎて、ずっと下におったから、リビングにおったから部屋寒ってなって、一旦ちょっとラジオで今部屋を温めております。部屋温め中。あ、お風呂ユッキー入ってくる？オッケーオッケー。出たら顔出ししてるわ。いとこに配信してくれた。セブンでチケット払うの。あ、本当ですか？セブンでチケットお願いします。忘れないで、忘れないでください。お願いします。45分まで寝てるわ。そんなに？そんなにラジオ嫌か、みんな。アンコールのチケットがダブっちまったい。え、ずかさんチケットダブらすの趣味なんですか？しょうやくんこんばんは。ゴミ屋敷？ゴミ屋敷って言わんとって。なべちゃん500回目の訪問ナイス。なべちゃん、なべちゃん500回目強すぎ。500回目って強すぎ。なべちゃんありがとう。やばい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 な。あ、みつおさんだ、久しぶり。何してたんだい、久しぶりじゃないか。何してたんだい。こうちゃん頑張ります。みずみさんお疲れ様です。コナミンから振り入れしてもらったの？だってエミカはしてないよ。1月19誰か行かないって。え、今ならずかさんがチケットくれるって。みんな年末やし入らんでもいいかみたいな。お風呂、いや年末でもお風呂は入ろう。トークポート2枠1つだけだが話す。やった、高木さん楽しみなんですけど。阿部さんこんばんは。ね、ここ数ヶ月いろいろあったんですか、みつおさん。え、唯一握手したのこのみちゃんなんですか、ブーさん。草加先生の振り付けといえばみんな元気にグータッチ。そんなに。ミラクルケイさんこんばんは。そう、ちょうどこの間会ってたしね。たまにやるのよ。そう、聞いた。情報しっかり分かりしてない。ありがとう、みつおさん。いいタイトルですね。え、してないの？だって。してないの。1月19、大阪行きます。東京な？まえちゃん、ログインボーナススタートありがとう。何のチケットがいただけるんやろ。アフタートーク入れたら売ってあったやって。エミチのお友達もいるぞ。ときめきハニーズのファーストシングルのカップリング曲だ。カップリング曲かわいい名前。エミチの存在は知ったけど会いには来れんかったってやつですか。なるほどね。ま、今会いに来てくれてたからハッピーなんだ僕は。ありがとね。と、東京だと。そう、東京なのよ、東京なのよ。東京に、東京においで。
寒いから毛布の中にくるまっている。はあ、はあははあ、眠あ、ちょっと待って嘘やんえ変な笑い方しちゃった変な笑い方しちゃった。武井壮さんがバルセロナ在住の日本人の方いらっしゃいましたらご返信お願いいたしますっていうところに、私は今帰国中なんですけど普段バルセロナなのでお手伝いできることがあるかもしれませんって送ったら、特になんか飯でも食える人いたら呼ぼうかとって返事が来たバルセロナにいたら、バルセロナにいたら私武井壮さんとご飯行けたんですかちょっと積もっちゃった行け、今から行け、友達かよ、ちょっと積もっちゃいました。あ、ウカメンナー、こうしたお疲れとファイトスタンプありがとうございます。ナイスです。え、コロナ大丈夫でした？みつおさんコロナかかってたんですか？みつおさんはあれの時から、どれの時、じゃんけん大阪公演発表まだ。好みの振り付けはババ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 ンビ、かわいい。始まってた、 LINE 交換しときじゃあこれ私の LINE なんで言うて武井壮さんすごいな、ラフだな。飯でも食える人いたら呼ぼうかとっていうので公式のツイッターで返事くださいってやっちゃうのすごいな超すごいな。ほらやろ、追加した時点で待ってますやん、やって持ってますやん。何の追加？あ、22の夜の分を追加したらチケ持ってた。さすがすぎんのよ、ずかさん、さすがすぎんのよ。さかなクンちゃんいらっしゃい。あ、そうなんや、家族全員で。うわー、みつおさん大変すぎる。いいじゃん、絶対おごってくれるでしょ。えみちさんの差しでご飯いけるな、バルセロナ行き考えるバババも振り付けしてるんですね。バババって略すんや。なんて返事、うわ、行きたかったですって。行きたかったですって返したらいいですかね難しいところに返事しちゃった。バルセロナなら冷やかしおらん計算かな。そういう、いや多分全然そういう計算とかじゃないと思う。ただ単に心が広い方なんですよ。さなく、さかなくまちゃん、お星様ナイス、キラキラありがとうございます。何も考えずに動いちゃうもんで。もうね、ずかさんはさすがなのよ、情熱で生きてるから。たかみさん、こんばんは、こんばんは。バルセロナ楽しんでくださいって送ろう。めっちゃおもろい すごいよね、もし私がここでさ、バルセロナにおったらさ年末年始に武井壮さんとご飯行けてたってことめっちゃおもろい。すごい、すごいところに、ツイート、返事した。え、重たい話があったのですよ、ミスコトークホールで。何ですか、やばい、やばい、それなんだ。
おすすめの店紹介したらいいよ。やばい。武井さんには正直に伝えました。比較的バルセロナにいること多いのに今は日本やって。もう伝えてます。最初に今帰国中なんですけど普段バルセロナなのでっていう話でこうやったんで、そう、武井サルさんとご飯行った時、私の知り合いの日本人の人にみんな連絡しようかな。ツイッター見てくださいって、連絡してくださいって。いいな、面白かった。体重増加したんですか、ユーティーは。闘牛の倒し方教えてもらえてたかもね。闘牛もスペインやってないんで、ブーさん。ネギ屋さんはないな、あれ。あれはね、バーベキューみたいな感じで本当にカクカクでやったりするんでね。そうそうそう。スペインにいたらね、おすすめのお店紹介できるんですけど、日本から私こうどうやって紹介しようって感じやからな、難しいな。 URL とか探さなあかんけど、もうでも私だいぶチープなお店によく行くから、チープなお店なんて紹介できない。現状維持で思い出。ほら、たけしさん遊びに来よ、いらっしゃい。どうさん、こんばんは、こんばんは。面白かった。今はパリですか、私ですか、武井壮さんですか。私は今は日本です。日本です。安定して慎重な割に思い出。まあまあまあ、そういう方もいらっしゃる。また道路はみんな失業なのね、時代だわ。そうですね、どこかめっちゃレアなところではやってたりするんですけど、行くともう叩かれるぐらいですね。なんだってみたいな。一回だから乃木坂かな、乃木坂の番組でスペインに来るロケみたいなのがあった時に、乃木坂の方たちがこう闘牛が見たいみたいになって、で唯一やってる闘牛場みたいなとこ多分行ったんかな。で、やったーみたいな、闘牛でわーいみたいな感じのテンションで、闘牛やったーみたいな感じの撮影現場みたいなのをやっちゃって、でも日本はスペインといえば闘牛ってなってるかもしれんけど、スペインはもう闘牛なんてみたいな、闘牛なんてそんなってなってるから、時代がそれを知らへんかったから、そのイエーイみたいな、闘牛万歳みたいなのをやっちゃって、めちゃくちゃ叩かれてた、スペイン人系の方に。すごいかわいそうやった。いや、チープなお店の方が行きやすいんですよ、本当に。としかし、ぶどう食べるのって、ぶどう食べようかな一人で。寂しいな、ストイックやな。スペインに帰った時のために練習してるんです、言うて。19日のお昼、1月19日のお昼に、東京の立交会ホール、品川ですね、立交会ホールで行われるミュージカルアンコール2023というところ、私が出るんですけど、初日19日の一番最初の回、お昼の回、アフタートーク出ます。もし行ってみようかなと思ってる方がいらっしゃいましたら、ズカさんに連絡してください。ズカさんに連絡してください。ズカさんがチケットを余分に持ってます。連絡してください。ヒカルくん、エドミンさん、お疲れ様です、こんばんは。エドミンさん、パンライブアップ、ナイス。ジープ、タバコ。愛媛に来た人が温泉入りたい言うみたいな感じね。あ、そうなんですか、温泉っていうイメージなの。温泉ってイメージやけど温泉ではないってことですか。お正月は食べ過ぎて毎年太るって、みんな言うけど、私それをまだ実感してないけど、今年はありそう。今年はありそうです。日本の闘牛は
牛相撲だから同じ感覚だったんだろうねって。でも本当はあれなんですよ、多分こうなんて言ったらいいんやろうな、めちゃくちゃ残酷なんですよね。うん、めちゃくちゃ残酷やから闘牛って。そう、単純になんかね楽しめるぐらいのあれではなくて、すごい残酷なものを見て笑ってる人間たちみたいなのがすごいやばいみたいなの、やっと人間は気づいて、で今そういうのをこうなんていうのやってはるから、皆さん難しい時代ですよ。一声音声入ったって見ないけど愛媛県民は入らない的な、あーなるほどね、なるほどね。焼きプリンあるの家に、いいな。明日すき焼き、明後日寿司、明日明後日はしゃぶしゃぶ、え最高じゃん。ちなみに今日すき焼き食べました、美味しかったです、やったそう久しぶりに食べたすき焼きを、てかお肉を久しぶりに、全然ねあれだったんですよ、食べてなかったのお肉を、多分ずっと東京一人暮らしやって、お肉とか一人暮らしやってなかなか、なんか買ってさ焼いたりとかしやんやん、そういうことよね、食べてなかったから美味しかった。勇敢なところを見て褒めてたんやろ闘牛って、なんかも、うん、私はそのなんて言ってんやろな、もともとのあり方とかは分かんないけど、まあなんて言うんやろ、見方を変えたらさ、やっぱ動物をいじめて動物を痛めつけて、それをこう人間ってすごいみたいな、動物に対して動物はこうどうなってもいいからみたいな、人間が一番だぜみたいなのをこうするみたいな、なんて言ったらいいやろ、すごい残酷でなんかあまりよろしくない印象が先に来るんやろうなと今は思う。ほんまや、年越しそばが入ってないぞ。水目さん、だるまさん100個ナイス、ありがとうございます。だるまさんが転んだ、ありがとうございます、ナイスです。マリア競馬、あ、競馬も実はね、そうなんですよ、競馬も馬好きからすると結構なんて言ったらいいんやろうな、うーん、馬好きからすると競馬もちょっと怪しくて、そう、鞭叩いて、鞭もうアホほど叩いてね、こう走らせて、その速さでお金をかけるっていう見方をするとすごいちょっと怪しくて、そう、逆にでもね、それでこう経済も動かして、で馬のかっこよさで馬を好きっていう人もいてとか、いい面もあるんですけど、なんせ怖いのは馬は競馬をしてちょっとでも怪我をすると、あんだけ速いスピードでプワー走ってるからね、怪我をするともう命に関わってしまうだとかっていうのがあるので、ちょっとあんまり嫌やっていう人の気持ちもわからなくはないです。はい、私も馬好きなのでわかる。うわ、大阪王将行ったの、うらやま。先行予約でチケット取ったんやけど、千秋楽は最高、最高日なんですね。もうね、千秋楽がすんごいね、人多いって、パンパンって、もうチケットないよね多分。すき家で久しぶりに牛食べて、うまいって安いしたでしょ、私もなります、わかる。安いお肉でもチーズとか乗ってたらもう高級残酷やから笑ってるじゃないですね、なんか残酷なことを見て笑ってるって言ったらいいのかな、うん、なんて言うんやろ、ハハハ、血出てるハハハとかじゃなくて、
なんて言ったらいいんやろうな、難しいな。残酷な光景を見てうわ残酷ってなるんじゃなくて、イエーイ楽しいふえーってなってるっていうこの落差があかんねん多分。明日は鰹節使っておぞうにのだしを作る。毎年1日の夜、前の夜に作る。すごい、めちゃくちゃプロだ、プロすぎる。原平さんに3000点でおなじみの俺やで。どういうことどういうことどういうこと、え、いじめてるって感覚がわからないんですか、しんじさんは。池づくり、あれ魚とかですよね、たかぶ。みつおさん、お星様キラキラありがとうございます。競馬なくなったら殺されるか、野生の馬がほとんどいないから。例えば牧場とかでこうねとかはあるし、あの放牧だったりとか、野生はいないけど、そうそうそう。で動物でなんて言ったらいいのかな、こう愛されて育ってたりとかするときっといいんですけど、あのビーガンとかってこう動物愛護団体だったりとか、そういう動物に優しい考えをお持ちの方々のお話を聞くと、やっぱこう嫌なのは愛されずにただただ例えば食べさせるため、例えば人間たちにね、人間たちに食べさせるため、もしくはこう売ってお金にするためとかで、もうすごいひどい育て方をして、小さい小さいゲージに入れてとか、食べ物もなんか適当だったりとか、うん、愛されずにただただなんかお金のためだけにみたいなっていうのが最近暴かれ出してきてて、ペットショップとかでっていうのが、なんだろう、愛護団体のうってなるポイントなんやろうなっていうのはものすごくわかる。なんかゼロに、全部をゼロにってやっぱ難しいとは思うからさ、まあ、この話は難しいんですけど、そう。でもひどい動画とかマジで上がってたりするやん、 YouTube とかインスタのストーリーとかでもね、っていうのをこう見てると、なんだ、私も犬飼ってるし馬好きやし、うーってなっちゃう。動物園とかでもこう芸を覚えさせてショーしてるのとかも、なんか可愛いってなることもあれば、どうやってそこまでっていう、なんか悪い言葉使ったら人間のおもちゃみたいな感覚をさ、こう醸し出すところもあるじゃないですか。っていうのを見るとなんか複雑な感情になる。私も有馬記念までのファインモーションはノーステッキ。ああ、なるほどね。素晴らしいところももちろんあるし、ひどいところもやっぱもちろんあるし、でもそれってね、人間もそうやもんね。小学校でいじめがあるとこないとことかあるし、私の小学校はめっちゃハッピーやったんですけど、中学校で合併したところのもう一個の小学校、なんて言ったらいいの、2個の小学校がこうガチャンって合併して1個の中学校になったんですね。私の中学校、私の小学校はハッピーやったんですけど、結構まあまあ、もう1個の方の小学校は結構波乱やったらしくて、やっぱ場所によるんやろうなって思うし、イギリスのグランド、あ、これ間違ったイギリスのグランドナショナル障害の時のレースは、毎年愛護団体が抗議でもするんだって。そうなんだ。ちなみにスペインでだってね、競馬やってるっていうの一回も聞いたことないですもんね。うん。パリはなんか昔からね有名やけど、そう、競馬場もね日本でもやっぱ知ってるやん、ロンシャン。でもスペインで競馬って、競馬で盛り上がってる人一人も見たことなくて、まあみんなサッカー行っちゃうかもしれないけど。あ、住まい余ってる N 席だ、 N 列だけ。そうなんや、すぐ売り切れんねやろうな。
本当に。もう悩んでる方はぜひ来てほしい。本当に大阪何食べようかしら。とりあえずたこ焼き食べてください。と思ってさ、かずきさんこんばんは。お声かわいい、嬉しい。圧倒的な今日なんちゃら、あ、強い牛に立ち向かう。それあれやね、牛追い祭りもそうやんな。ほんまにもう意味わからんねんな。ほんまにやめた方がいい怪我するよって思うほんまに牛と戦って俺強いぞって言ってる人にキャッコイってならんよほんまに危ないからやめときなさい、おバカって言いたくなっちゃうね。サラブレッド消えるなって234649って何、あ、もう顔出せよってやつ。ユーティー顔出そう。あ、アミチ配信終わった。ユーちゃん、ユーちゃんだね、ユーさん本当に。え、愛されてないなんて一方的な角度も。え、見たこと、見てください。ほんまにシンジさん動画を、ほんまにボロボロのペットショップのワンちゃんとかいっぱいいる。本当に 100m ランナーさんこんばんは。競馬関係の皆さんは一頭の馬をなんとか活用する、みんな一生懸命な事実。そうですね、そうだから私競馬は嫌いですっていうのは一言もあの何こう 言わずに競馬を、競馬の予想とか結構公開しちゃる、してるぐらいで、競馬は競馬ですごいから、かっこいいし馬さん綺麗にしてもらってさね、野放しにされてボロボロになってるに馬さんよりかは絶対素敵な生活してはるから、馬さん的にもそれは素敵やと思う。ただ怖いのがその馬さん怪我しちゃったらもう何、引退とかじゃなくて死に関わるから、それだけが本当に。人間の娯楽のために苦しむ動物が減ることを願う。いや、そうですよね、娯楽のためになんか苦しむ動物がいるっていうのが嫌ですよね。そう、人間の娯楽とこう並行して動物もいい暮らしができてたら、それはねきっと動物的にもあいい職につけたと思っていただいたらいいんですけれどもね。けど動物が苦しんでいる姿を見るのは嫌だな。あ、スズメの戸締まり良かったですか。本当に牛も豚も食べてるために、食べるために育てると考えたり、肉食べるのも躊躇してしまうね。そう、それで私のママあのお肉食べれなくて、そう、私のママはお魚は一応食べれるんですけどお肉はもう食べないんですよ、私が小さい頃から。だから私は食べるようにはしてるけど、なんか無理には食べないようにはしてますね。なんかあ今日お肉食べてないからお肉食べなみたいなのはなくて、ほんまになんか食べるタイミングが来たら食べて、あ美味しいなと思っていただくようにしてるけど、なんかそう育てて可愛い姿を見てさみたいなね、難しいですよ。さっき申し込んだら NS、 え、さっき申し込んでくれたんですか。本当に本当に知り合いの人とワイン飲み放題。え、ワイン飲み放題最高じゃん、酔っ払ってる。客がいて言ってもらうためにやってるんちゃう。5人に1人ぐらいはおりそうちゃう偏見刈り取るたこ焼き、あのね、わなかさんですよ、わなかさん。あ、ちょっと顔出します、顔出します、すいません、ちょっと顔出しますね、いきます。はい、こんにちは、こんにちは、ボサボサ顔出します、やっほー。すごい今更なこと聞くんやけど、今ってヤマリナって何してるん。多分エミチに聞くんじゃなくてヤマリナに聞いた方がいいかもしれん、それって N 支払いしてないの。エミカちゃんだよ、ユズさん。お風呂上がり、あ、まだです、まだです、全然まだです。お風呂入らなあかんなと思ってる。スズメの戸締まり良かったですよね、ユテー。いいな、ワイン飲み放題いいなを出した。 SNS してるよ、おひさん、ゆずさん、今日も一日お疲れ様、ゆかめなこさん、ありがとうございます。
N17 持ってるからいらんぞ体2個分けてみたいな。あ、いた、何今、なんで、なんかフードかな、なんかあった。スズメ見ました。はるちゃんライブしてたん。真ん中も大好きだけど、カイズヤのラジオ焼き、何つ、カイズヤで合ってますか。京平さんナイス花火ありがとう。戸締まり3回見たやって。3回はすごすぎる。 N さんにずかさんのスタンドが、マリはなはたまにインスタとツイッターが動くやって。前髪伸びたの私。あ、足ね、だいぶマシになりました。ありがとうございます。すみません、ご心配をおかけしてしまいまして。もうだいぶマシです。ま、若干痛い時はあるんですけど、でもそれもなんかふとした瞬間って感じで、前までは全然本当に歩けへん時があったからそれがやばいんですけどね。そう、だからだいぶマシになった。会津屋たこ焼き発祥どこにあるんですか。スズメの本も33種類揃った。スズメの本、あ、4期10周年の時とか、確かに、あ、了解です。娘ちゃん迎えに行ってらっしゃいです。みつおさん、またお話聞かせてください。無理な、なんだろう、ことはせずに、大変やったと思うので。玉ねぎさんハートありがとうございます。あ、33じゃなくて3。お医者さんに診てもらった。あ、病院に行く時間はなかったのでまだ行ってないです。なんかとりあえず安静にしてるって感じ。スズメかわいすぎる、かわいかった。お、あっくんこんばんは、よかったです、ありがとうございます。もう病院もやってないやろうな。でも明日整骨院とか整体とかじゃなくてマッサージ行って、体をとりあえず一回リラックスさせて年明けようかなと思ってるんですけど。大臣のキーホルダーがあったんですか。なかなか会えなくてピエンピエンしないで。最近スタバ行きました。最後に行ったのは千秋楽の日かな、舞台千秋楽の日かも、に、あの抹茶のやつ飲んだ、新しいラテ美味しかった。あ、ラーメンおさめ何味、見てもらった方がいいですか。でももう大丈夫多分だるまさん100です。玉ねぎさん、だるまさんが転んだ、ありがとうございます。え、特典3段まではあるから揃うって、なるほど。どんな特典がもらうん。大臣のキーホルダー、あ、そっかそっかそっか、三尾さん了解です。来年もというかこれからもよろしくお願いいたします。また会いに来てください。どこかで何があったかまたお話聞かせてもらおうと。10日までリハビリない、ダマンテスのもうやばいやばいやばい、シンチョルさんやばいやばいやばい、股関節、うん、でも大丈夫やと思うねんな3冊もゲットすごすぎ、すごいな。3冊はなかなかじゃない。じゃあ見に行ったけど私もらってなかった、そういうやつ。なななたたたたたた、にゃんにゃん、ちゃ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 。今年24時間切ったって、え、ほんまや、日付変わった。いや、何してる人かわからんかった。奈良のジュエリー店福袋あるの。
股関節の痛みを安静にしてて痛み消えれば大丈夫だって。ずかさんがプロフェッショナルなこと言って、わかりました。山田と仲良さげやった。ワンピースフィルムレッド見ました。リバイバル公演ないです。玉ねぎさん第1弾深海なん、あー、何などういう内容なの。私もラーメン食べたいな。エナジードリンク大人買い。エナジードリンクあんまり飲んだらあかんねんで。知ってる？エナジードリンクはあんまし飲んだらあかんらしいで。みみみみ小説やば。知ってます。どん兵衛にしたアイアンチョキルさん、ズバンじゃなくて。明日時間あるけど枠刻んでくから振った。普段よ、普段、あ、普段よりうまくやります。了解です。楽しみにしてよ。最後に食べるラーメンは醤油、あ、醤油味なんや。刺激屋さんが1月にイベントやるらしいな。そうなんですね。行くの？昨日今日とモンスター2本飲んでる。やばいやばいやばい。私は本気でパワーを出したい時に飲むんやけど、千秋楽だけモンスターを持って行ったんですよ。ほんだら一撃屋さんの劇団員さんに、あの、あ、エミチの机が治安悪い、エミチの机が治安悪いって言って、あ、ほんまや、モンスターモンスターがある、エミチ、エミチがモンスター飲んでるって言われた。本気でやばい時は飲むんですよ言って、でその後に、あの、痛み止めって4時間、8時間開けないと赤いやつなんですけど、まだ4時間5時間ぐらいしか経ってないけど飲んでいいと思いますかとか言って、でもモンスターも飲んでるしな、まあまあいいんちゃう、1日ぐらい言うて飲んで、足の痛みと戦いながら千秋楽終えました。体に悪いもの取り込んだ、その分運動したらプラマイゼロだと思ってます。プラマイゼロ、むしろちょいちょいマイナスぐらい。玉ねぎさんがコント割り込んでしょ、優しいな。みのりちゃんから リプ来てた、発見できた、イエーイ、プーさん、イエーイ、イエーイ。マルスさんこんばんは。ね、めっちゃ面白いんだ。じゃ、机が治安悪いっていうこと。お酒よりエナドリ、マジで。合間にコーヒー飲んでる。モンスター何色派ですか。白色です。ゼロゼロシュガーのゼロ炭酸。可愛い顔見れたって嬉しい。マルセさん、え、走っていいの。シンチャローさん、萌えなのコーラ味的なやつにドハマりしてます。だってやば、炭酸ないやつの方がいい。私は好き。普段15分2枠だからけど、明日は7枠めっちゃある。めっちゃあった。ありがとう、楽しみ。独占しすぎや、たまちゃんって言ってる。痛み止めしか起きてるけど、何時間起きるのか正解なのか。そのね、種類によるの、痛み止めの。吉かなさんこんばんは。ギリギリみやちゃんこんばんは。こんばんは、こんばんは、わわわわ。このコンタクトの色可愛くないですか。急にオレンジ色がハマってたん、モンスター。そう、水色はカルピスみたいで美味しいですよ。あれ、スクショできん。スクショしとくわ、京平さん。可愛い、ありがとう。しゃがむのも禁止やのに。絶対ダメじゃん、しんちゃろさん走りに行くのじゃ。腕だけ振ろう、座りながら。
15分枠なくて10分枠買えなかったからね。なるほどね、なるほどね、なるほどね。頑張ってくれちゃった、ありがとうございます。だたまねぎさん、いっぱい喋ろじゃん。もうスクショした。水色カルピス味、ちょっといつかなんかやばい時に手に入れるために。あー、サポーターじゃなくて装具で固定して絶対汗やと言われている。もうやばい、約束破る人やと思われてる。私はエミカにいろいろプレゼントしたなって。ありがとう高木さん、本当にいろいろありがとうございました。めっちゃ楽しかった、めっちゃ可愛かったし、センス抜群な高木さんを知れた。緑白オレンジ白オレンジ、入院退院してから飲んでない。お、よう覚えてますね。逆にでもその前を私何飲んだとか覚えてない全然。もう水色美味しい、赤はコーラ、ピンクも美味しい、ピンク飲んでる。白がね一番でもね、そう炭酸なくてシュガー、ノンシュガーやからいいの、飲むならね、私的にはね。今回は11月だけ参加できなかった分ってことで。なるほどね。まあでも1月もあったらそれは。明日白色買いに行くから。赤、赤、大晦日に、大晦日にモンスターはあかん、体に悪い、お味噌汁飲んでほしい。もう今回はとりあえずむちゃくちゃ、どうなんやろうな、ゆっくりしながらいろんなものを食べちゃうやろうな。あの埼玉ではマジでパンとかばっか食べてるから、グラタン皿にご飯敷いてシチューかけてチーズたくさん乗せてオーブン入れた。うわめっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそうです。うかめんなこいつ。めっちゃ美味しそう。部屋の掃除が追いついてないねんけど、しゃがまれへんから。明日は酒やな。走りに行こうか、スキー行こうか言うてたけど、まあ掃除はしゃがまれへんし無理やわ言うて、上手に使って。でも明日はお酒飲もう。ジョナさんこんばんは、こんばんは。まあ、明日から2日までぐらいはお酒飲みまくっても大丈夫。大晦日だもん、間違えた間違えた、新年明けおめだもん。温かい甘酒とか飲んでみたいな、外で、神社とかで。あ、白玉さんお疲れ、お疲れ。その部屋を片付けないと。はテキーラとレッドブル割りよくありますよね、めっちゃよくあるの知ってる。あのスペインとかでもある。でも私はワインとかの方がいいかも。ワインな、体に悪そう。ワインとかの方がまだ良さそう。お酒は絶対飲まないって決めてます。そうなの、知らん間に動画になってヤッホーたけしさん。コロナのせいで神社で甘酒売ってない。私コロナの前から神社で甘酒売ってるとこにまだ出会ったことないのよ。1月は私から2つ行くけど、トークボードも参加にしたいわね。参加待ってる。10月までに、あ、10日までにボス誘われたから行く予定してて、バレへん程度に行く予定。スミノフ3本買ってきた。めっちゃ楽しそうな予定立ててるじゃないですか。ちょっとスミノフも加えて、神田明神、甘酒、神田明神って東京ですね。そんな行ける時あるかしら。何何なんて、江塚さん、玉ねぎさん、ハートありがとう。15分になったら終わりますね。
だいたい甘酒熱くてやけどすんねんって。そうなん？ずかさん、健康のため1日1杯のワイン、ポリフェノール、ポリフェノール。明日炭の風、白ワイン。何飲む？明日は多分日本酒。成人式した時ですね。そうですね、朝の2時入りとかやったやつですね。朝の3時入りとかやったかな。なんか朝の2時ぐらいに起きるみたいな。もうこれ起きてるの どういうことってなってた時間帯のやつね。今日はこの枠でおしまいにしようかなと思います。はい、ピエン。コンビニの甘酒、自販機でも最近甘酒売ってるし、東京でさ、なんかさ、一風堂のスープみたいな自販機で売ってません？びっくりしちゃった。で帰ってきたけど、また飲んでいいかなって。いっぱい飲んだんですか、今日たけしさん。そんな飲んでないんやったら、まあ45分まで飲んでいいよ。えみちって誰と一緒だったん？何が何が？あ、成人式ですか？ NMB でってこと？ケイチさんとかリポポさんとかアンタンとかサキピとかリカニアンさんもやし、その代です。飲んでる薬とモンスター飲んで大丈夫か調べてたら、飲んでる薬が併用注意になってた。やばいじゃん。あるよね、一風堂の缶。ありがとうございます。高木さん、ありがとう。大丈夫？聞いといたら、やんちゃくれさん。足投げる、ありがとう。10日のリハ、部活の先輩やからめっちゃビビってるけどボードに来た。え、結局お菓子あげたんですか？結局お菓子あげたんかな。ケイチとリポポがダメなん？あ、ダメです。そうです、ダメなんかと思った。でも処方されてるんやったら大丈夫なんちゃうん？効果がでかすぎちゃうか、効果が出ない。飲み合わせによってはあかんから、でもこれとこれならいいよっていうのがあるから、多分出されてるんちゃうんかなね。多分てか、そうであってくれい、そうであってくれい。あ、浮かべん中さん、ありがとうございます。そろそろ私も終わろうと。ロキソニン、ボルタレン、ブレドレン、フォーシーがほとんどが中に分類されてる。あげたらめっちゃ喜んできましたね。可愛かった、大好きって言うとき可愛いってなりました。うわー、めっちゃ素敵、超素敵、超素敵。自分の薬何と一緒でも問題ないやつ。あ、そうなんだ。 AKB やと誰や？ AKB で私と同い年、サホちゃん、岩立さほちゃんが一緒で仲良しで、誰やったっけな、誰やったっけな、川栄さんやった？川栄さんって同い年？一個上？同い年？え、マナティンとか言ってたんやん。そろそろ終わる。でも私もゆっくりです、ゆっくりです。ありがとう、ケイキさんもありがとう。ねんちゃくさん、言っとこ、企画にしとき今度。あ、ありますよね、納豆ダメとかグループフレーズダメ。あります、あります。作法じゃ見た、作法。来年からビシバシ行くぞって言われて、部活や、もう部活や、それ。部活引きずってる。何の部活やったんやろ。いっぱい聞きたいことあるんですけど、今日はまだお風呂入ってないのでお風呂に入ってきます。ピーン。じゃあ皆さん、ここで終わりますわ。ランキング読みます、いきます。
13位さかなくまちゃん、12位しんちゃろうさん、11位みつおさん、10位エドウィンさん、9位ドラッピさん、8位ひかるくん、7位やんちゅくれさん、6位うかめいな箱押しさん、5位たかぶ、4位ターボー、3位ずかさん、2位みずむーさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。ふふ、そう、来年からどうなるか分からんけど、まだ今年だから、私も同じこと思ってる。イエーイ、一緒じゃん。まだ今年だからいい。ありがとう。お風呂入ってきます。多分今日はこれで終わりだと思います。うん、ほんならね、また明日特報で、良いお年を。明日じゃあ大晦日にまた配信して終わります、今年の配信。じゃあね、みんなおやすみ、また明日、バイバーイ、良き夢を。じゃあね、バイバイ。